鈴木富ブ三郎年4回醤油ができる、即成強油醸造法を考案したという触れ込みで、日本醤油醸造株式会社を設立し、井上薫の後押しもあり、将来有望と株と調を騒がせたが、腐敗醤油の廃棄をきっかけに、防腐剤混入が発覚し、株価暴落して2年で破綻した、鈴木富ブ三郎から1913年9月4日は、日本の発明家、 実業家、政治家。日本製陶業の父と言われる。東都海国州知郡森町村出身。本生は大田、陽名は西助。5歳で、菓子将、鈴木伊三郎の養子となり、13歳で、菓子の行商を手伝い、19歳で火山を譲り受けて、古種となり、その後一攫千金を夢見て、売作業に転ずるが、仕掛け落により、菓子将に戻る。 22歳で、二宮尊徳の教えをもとにする、法徳者に消え。1883年、28歳の時、当時二者が独占し秘密にされていた、氷砂糖の製法を独自に考案して、以来、発明多数。機械の豊田佐先と共に発明王、特許王と呼ばれ、日本の産業革命のリーダーの一人である。鈴木製糖所、日本製製糖株式会社。 台湾政党株式会社を設立。食品工業機械化の先駆者として知られた。福川泉我と共に、周知農林学校を創設した。1903年の第8回衆議院議員総選挙。1904年の第9回衆議院議員総選挙に当選し、衆議院議員を務めた。1907年、日本上油醸造を設立するが、 サッカリンとホルマリンの使用が発覚し問題になって1909年に失脚し全財産を失う。晩年には、釧路で水産工場、東京でデンプン製造所、静岡県佐野で農園を営んだ。1913年、遺願のため死去。農場は富士農園と解消されて岩下清下に引き継がれ、後に富士精神女子学院中学校、 高等学校などが設置された。日本醤油の葉、商売だ名話、家庭の経済知識時事信奉者経済部編、AB 独約と記者と一枚のドアと、銀行罪役し我が輩の最新銀行論、遠藤老外老女、鈴木富士山、現代実業家立志伝、氷川因子著、磯部紅葉堂。1912、小学研究。 一橋大学研究年報、第9巻軽装処方、1965、P37、ハットリーと品が、自転有名人の死亡診断近代編付録、近代有名人の死因一覧15ページ、富士農園100周年富士精神女子学院中学校、高等学校。ありがとうございます。